はい、どうも、こんばんちは、ウエスタンキクメラです。今日はですね、タワーバトル東方丈介編究極フロア6ですね。こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。ハイパーヒール、欠陥神、怨念、公平をつけています。続いてナイフディオですね。成長、体力、焼けをつけています。そして、バイスキルじゃないですね、D スキルですね。モノクロ、ディメンション、俺が戦うぜ、ミシティアルをつけてます。スタンバイは金スキルですね。何も死ぬことはねえ、先導を直す、スキルゲージ回復をつけてます。リンクスキルにエンヤ板を積んでます。そしてフレンドはゲイチョウですね。ゲイチョウがいます。では参ります。かなりね、Dスキルが強くなってくれたおかげと、モノクロがね完成してくれたおかげで、このような構成でも割と楽にいけるかなっていう感じになっています。さあ、ゲイチョウが倒れた後に打ってきたのが金スキルですね。ゲージスキルゲージ、援軍スキルゲージで打ってきたので、ゲージを回復できたのでナイフでね CS しています。そしてここはね、ハイパーヒールしてもいいんですけどね、まあビースケが割と強くなっているのでこういう風に使えます。ディメンションで何とかなります。さあ、カエルちゃんが出てきました。ここのカエルちゃんかなりね面倒なんですが、欠陥神があれば一発で終わりです。倒れてきます。おお、これは虹泥の前触れか。2枚落ちました。さあ、そしてディメンションですね。ディメンションでサクッと終わります。さあ、そして3ラウンドですね。第3ラウンドです。ここはナイフでね走っていきましょう。一応ね、ストックスまでも大丈夫なんですが、なるべくアイテムをなくしていきたいということでやっております。こちらはね、ディメンションでもいいんですけど、おっと、一応念のために CS を打っておきます。全部アイテム回収しましたね。はい、さあ、そして4ラウンドですね。4ラウンド、ここはリースケで CS でいきます。切ってきました。さあ、ここもリースケで即 CS です。ナイフでもねいいんですけど、まあリースケの方が早いなという気がするのでやっておきます。そしてちょっとね体力の問題があるので、ここでハイパーヒールを一つ打っておきます。そしてディメンションで終わりです。さあ、そして第5ラウンドですね。第5ラウンド、ここはですね気をつけたいところが、ガージですね。ガージが10コンボカウンターですね。あと、4太郎が時止め中にアビリティが発動するということで、なるべくちょっと離れて時止めをしておきます。もうソックスまで大丈夫です。はい、倒れました。そして増援が降ってきました。欲しいのがいなかった。さあ、ここは、ディメンションでね倒します。最終ラウンドですね。最終ラウンド、6ラウンドですね。私のナイフは火力がありすぎるんで、即スマだけでも、倒しちゃうんですが、まあそのまま、突っ込んでいきます。
ここでね、倒れるんですが、何も進行だねを発動させることによりどちらでも撃てるという感じにしています。ナイフでも倒せるし、ディスケでも倒せるという感じになっています。さあ、そしてディメンションですね、ディメンションじゃないですね、ディスケでクレイジーダイヤモンドで一応倒しておきましょう。はい、クリアすることができました。ありがとうございます。虹ドアせずです。はい、はい、最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。おっと、虹があるけどこれは虹、違う虹ドロですね。ではラサバ対